回は稲妻トライの番外編です。以前にも紹介した指に装着するだけで肩甲骨を正常な位置にはめスポーツパフォーマンスを向上させてくれるアイテム A ウェア、今回はですね A ウェアの実際の効果を確かめるために A ウェア専門スタジオ BU 恵比寿代官山に伺っています。今日はですね実際どのぐらい効果があるのか、公式のトレーニングを受けて皆さんにお伝えしようと思います。ではい、肩がこっちに入っちゃってる感じになってると思うんですけど、はい、でこれ肩の左右差も出ちゃってる状態です。これ僕、ね、はい、こうやって両手置いてるんですけど左の方が下がっちゃってるんです、はい、この状態になってる状態、はい、つまりこれ肩甲骨のポジション正しくないポジションになっちゃってるんだけど、はい、なんでこうなってるかというとこうやって歪んできてる、はい、ちょっと腕回してみましょう。ここ回すとここで引っかかるの分かります、はい、回りきんないですよ僕こう、はい、ちょっと添えてあげてるんですけど回らないですよ、引っかかっちゃって、はい、これもきついっす。右の方がなおさらきついっす。きついっすよね、はい、両膝交互に上げていきます。上げてキープしましょうか。はい、今度リラックス。これも左右でバランス違いますよね。そうですね。じゃあこのバランス直していきます。はい、歪みってなんで起きてるかというと神経圧迫、その神経圧迫をどうするかというと、はい、じゃあこの A ウェアをつけて尺骨神経を刺激して神経伝達を良くすると動きよくなります、はいはい、要は圧迫が軽くなるわけですね。そうです、はい、あ、はい、全然違いますね。僕さっきと同じ感じなんですよ、はい、右よりもなんかこっちの方がスムーズに、そうですね、右の方が歪みがひどいので、まずかかと拳一つ分開けます。これぐらいですね、はい、でつま先は斜め30度、でそしたら足の指握ってきます。これ、はい、握りづらい方が股関節の歪みがひどい方ですね。今左がもうちょっと釣りそうになります。釣りそうになります、はい、これ釣りそうになったら無理しないでいいんで戻してください、はい、でそうするとお尻に自然と力が入ると思います、はい、足の指、はい、そうすると腰から下が安定した状態、そこからお腹引き上げます。内臓をグッて上に持ち上げてください。そう、胸に持ち上げて、ここの部分立たせていきます、はい、胸椎って呼ばれてる部分なんですけど、ここが立ち上がるんです、はい、そこから肩を上げます。後ろに肩甲骨を寄せてあげる、この足の指のチョップを作って測定アーチを作ってあげる、そしたらお腹を引き上げる、はい、そして最後このガンフィンガー、この状態ですね、はい、この3本の指軽く握ってあげて親指と人差し指出してあげます。で肩を上げて肩甲骨を寄せてこの状態、ここから10回回しましょう、この、これで、はい、あ、うん、左の方が直すスムーズになってる感覚があります。でこれさっき肩の高さ違ったんですけど、あー、すごい今高さ一緒ですよね。目視は揃って見えますね、はい、はい、これバランス今戻ってきてる状態なんですよ、はい、でこう内側に入っちゃって、そうですね、これが今立ち上がってますよね、はい、あの胸を腫れてるっていう感覚があります。腫れてる状態、自然と立ち上がってるこの感じ、はいはい、この感じが本来のポジションなんです、はい、そしたらここから10回親指内側にひねっていきます。2、3、5、肩甲骨が刺激されてる感じがあります。9、10、10回、10回、1、2、肩甲骨の部分を正しいポジションに持ってくるので、はい、リンパ節のつまり抜けやすくなります、うん、でむくみ抜けやすくなるので顔痩せたい人とかのこれ絶対におすすめです、はい、姿勢が悪いと、はい、もう勝手に疲れる体を自分で作り上げちゃってるんですよ、はい、呼吸してて楽だったんですよ、鼻から力入った時に、ここの部分が立ち上がるって結構重要なんですよ、はい、でこっから肘グーって引きつけてあげます、はい、そしたら10回回します。1、2、この状態から1、2、くるって肩甲骨挟んでる感じですね。そうです、肩甲骨をマッサージしてるんですね、はい、10、あー、すげえ動いてる気がします。そしたら、はい、さっき膝上げてもらってたんですけど、はい、このさって膝上げた時にバランス崩れましたよね、はい、そのバランス直します。はい、そしたら今度マットを敷くんで、はい、最初座ってください。同時に手を引く、そうですね、はい、そしたら、はい、さっき膝上げてもらってたんですけど、はい、動かすの楽ですか。楽ですね、はい、そうなってます。
左なんかは本当にくるんくるんいってるようなイメージがありますね。はい、開けた瞬間クックで整えてたような感じでしたけど、今バランス無理に整えてないですよね。はい、これがなんでかというと骨盤の位置が正しい位置に入ったんです。うん、はい、別にこれ無理して何かをしてるわけでもないし、そうですね、はい、あと呼吸も今全然さっきと違ってお腹しっかり入ってる状態です、はい、これが本来正しい姿勢ですね、はい、本来あるべき姿勢です、はい、ちなみにですけど、僕慢性的に鼻炎があって、はい、今日ここ来る時もちょっと詰まった感あったんですよね。はい、なんかそれも今楽になってるような気がします。あの鼻の通りが良くなります。あ、そうですか。姿勢変わってるんで、はい、本来詰まってる部分が抜けてるんで、うん、鼻の通りとか良くなるんですよ。なるほど。あと視界の見え方とかも、あ、思ってます。今話してて見えるなって感じします。本当これに関してはみんな本当って言うんですけど、試したら絶対に変わってるんで、はい、すごいですね。はい、どうだろうな、やっぱ肩甲骨がこれで自分で動いてる感覚っていうのが普段の生活でなかったですけど、今動いてる感じめちゃくちゃありますね。今回エレアボクササイズを担当させていただきます静香勝久です。エレアインストラクターをやっております、よろしくお願いします。でこれエレアつけた状態でこうしっかりシャドウとかやってると、はい、大きくちゃんと肩をしっかり回転つけて動かしていけば、あ、勝手にポジションはまってるんですよ。今日体験させていただいたのは、有料の、公式のプログラムになりますので、動画でお伝えしているのはダイジェスト版になります。興味持った方はですね、実際動画の説明にエウェアの公式サイトの URL 貼っておきますので、そちらから公式サイトぜひ覗いてみてください。で興味持った方は実際これね、パーソナルトレーニングだったりクラス参加された方がいいと思います。まず1回効果を最大限自分で体験してみて、凝りのある生活からすごく解放されると思います。そして、今回ですね、エウェア開発者の内田さんの協力により、この動画を見ていただいた方だけに、エウェアのプレゼント企画をさせていただくことになりました。フリーサイズと S サイズ、S サイズは女性用ですね、それぞれ1点をプレゼントさせていただきます。どなたでも本当に効果実感できると思います。プレゼントの応募の詳細は、稲妻のサイトの方でご確認ください。稲妻では今後も体をポジティブにするアイテムどんどん紹介していきたいと思います。例えばこんなことに悩んでるんだっていう、リクエストとかもどんどん募集しますので、何かあればお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。